山岳自治ソビエト社会主義共和国、中央上の黄色の部分が山岳アスアの一山岳自治ソビエト社会主義共和国、または山岳アスアはソビエトロシアの北カフカースにかつて作られた短命な自治共和国。1921年1月20日から1924年7月7日まで存在した。以前はクバーニ州とテレク州の両州の一部で、 ロシア革命の後、北コーカサス国家主義者の建国した北コーカサス、山岳共和国の一部となっていた。しかし、ロシア内戦の中、赤軍がこの地を攻略し、ソ連が統治を行うようになると、1918年7月7日に、元あった共和国は、ソビエト連邦の一カ国北、カフカースソビエト共和国に合法された。1921年1月20日、 山岳自治ソビエト社会主義共和国となった。領域は7万3000平方キロメートルを超え、人口はおおよそ80万人であった。この国は、カラチャイ地区、カバルディン地区、バルカール地区、オセチア地区、イングーシ地区、チェチェン地区の6つの地域を含んでおり、グロズヌイとウラジカフカスの2つの都市を持っていた。さらにテレクコサックには、特別地区レベルのスンジャコサック自治区が与えられ、 イングウシ北部に接する地域とグロズヌイに接する部分の飛び地を含む地域で構成されていた。山岳アスアの分解はすぐに始まった。1921年9月1日にカバルディン地区が分割され、カバルディン自治州に組み替えられソビエトロシアの統治下に置かれた。これを皮切りに、次は1922年1月12日カラチャイ、地区がカラチャイチェルケス自治州に組み替えられ、 1922年1月16日には、バルカール地区が分割され、カバルリン自治州と合わせて、カバルダバルカル自治州になった。チェチェン地区は1922年11月30日に、分割され、チェチェン自治州になった。1924年7月7日、最高会議の布告によって、山岳、アスラは、北オセチア自治州とイングーシ自治州に分割され、 この時点で、山岳、アスアは、解散、消滅した。スンジャコサック自治区とウラジカフカス市は1924年10月17日まで、最高会議の直接支配下に入り、以前の山岳アスアのすべての地域とさらに2つの地域から、北コーカサス地方が構成された。1921年の領土の様子、ありがとうございます。